二号艇は田口節子選手の話を伺います。よろしくお願いいたします。お願いします。獲得賞金一位で、一枠をもらって、しっかり逃げて勝つことができました。まずそちらに関しての感想はどうですか。もう本当ほっと,としてます。スタートがちょっとコンマ一号で、はい、実は六人の中で一番遅かったんですけども。はい、はい。その辺はどうでしょう。ご自身の感とは。<laughs> まあ、こんなもんです、ねうん。そうですか。はい。はい エンジンなんですが、まあ、あの逃げたレースではあるんですけども何かこう試運転と実戦足、なんか違いみたいなものは感じられましたそれとも一緒だったですか一緒でした、はい、あの戦前の中ではちょ,っとちょっと弱いかなっていうようなコメントもありましたけれども、やっぱりその辺の部分は誰にも勝てないです、はい、ああ試運転とかでは。はあはあ、で時間がまあたっぷりありますけど、これ、2走目以降に向けては、もう少しこの辺やってみようみたいなところありますかちょっとと本体に移らないいやばい そうですか、今日の段階ではまだ本体はやってなかったということですね、はいはい、しかし、抽選をして、まあ、2枠になりました、いい枠だと思いますが、この辺はどうでしょう、うん、それよりもエンジンですか。うんなんか枠っていうよりも、エンジンが悪すぎて、うん、ちょっと考えられないです、そうですか、はい、じゃあ、まずはそのご自身の納得合かしに仕上げてというのが、はい、まあ、最前提という形ですね。 しかし、確実に時わ経ってレースは来るんで大切な2走目、ファンの皆様に興味をお願いいあし日も一日悔いの残らないようにいろいろやって臨みたいと思います。